ったぞ。じゃあ飲まなきゃ。今までそんなことない。だって回ったぞ。飲まなきゃだな。あ、お前スマホなくしたらしいんですよ。あ、やばい。噂になってる巷で。てかさ、各所で聞く。てか、俺これ黙ってたんだけどさ、うん、あの俺 iPhone16 Pro に変えたい。うわ、16なんだ。マジ？うわー、バレたか。カメラ係だ。バレたー。うわー、これね、言わないようにし。ビジャのカメラ事情知らないよ。今日2本撮ったのよ、お前言わない。メイン2本撮ったのに。いや、これ言わないようにしてたんだよな。俺とケスが iPhone15 で、うん、で、12 だから、いつも俺がケスなんだけど、うんうん、俺とケスの間でも、お前の、いや、そうだよね。いや俺インカメ壊れてる。しかも俺インカメ壊れてちょっと暑い。直さねえんだよ。俺もさ今16に変えようと思ったんだけど、うん、俺だけがネックで。いやそうだよ。あ、大丈夫大丈夫、俺も変えたから。もうタクも変えちゃった。確かに全員で行ける。いやいいよ。1時間捧げたかをギガファイルビンテーノに入れて取り込んでエアドロップでとかやんなきゃいけないからね。俺の携帯ここでズームできちゃう。あ、そうだ。そう、アクションボタンが増えたね。そういいな。じゃあこれすげえわ。いや、別にすごくない。別にすごくない。うわ、俺できねえよそれ。いいじゃん。いいじゃん。変えてー俺も。うわー、俺1週間は黙っとこうかなと思ったのに今日言っちゃったわ。え、なんで変えたの。え、携帯なくして。意味わかんない。で、電車で。そう、なくした経緯教えて。え、普通に落としてなくしたいん。酔ってないでしょ。酔ってない。なんかアップルのさ、俺保証入ってんだけどさ、うん、アップルの保証入ってると新しいの届けてくれるんだよね。1万ぐらい払うと。で、それを下取りに出したらなんか今より安く月額で iPhone16 Pro できますよみたいに言われて、あ、じゃあ買えるべきやなと思って。その裏技だ。そう、だから Apple から届いたのを12 Pro をそのまま下取りに出して iPhone16 Pro が発売するの待って、で、今日帰ってきた。なんでニヤニヤしやがって。いいなぁ。いいなぁ。16 Pro か。うん、あれはプロかな。16プロ。じゃあ俺16にするのプロじゃん。いやいやいや、あんま変わんない。正直カメラのね、この3個ついてるとプロ。カメラいい方がいい。うん、なんかまあまあまあ、そうね。なんか 4K が強いって言ったんだけど、別に 4K 使わないし、うん、まあまあまあ、うん、まあまあまあ使わないね。まあでもここでズームできる。まあここでズームできる。いやすごい。いや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 、画質悪い。うん、15画質悪い。15画質悪い。いや、あんま変わんない。めっちゃ画質いいんじゃない今。これいいかもしんないね。え、なんでなくした。電車に置いてきた。落としたんじゃない。もうなんか降りてイヤホンがブチって切れるみたいな、うん、うん、感じで折ったんだけど。走って走って。探すで。なんかね、ずっと歌舞伎町にあんだよね。え、多分盗まれた。持ってかれてんだ。ていうか久しぶりだね、4人集まんのは。あ、おお、確かに。そうか。そう、最後いつだっけ。2、3週間前の。そうかそうか、全然わかんなかった。なんかな、うん、あんま久しぶりかもしれないよ。うん、うん、合ってるしな。練習でハワイで、ハワイで待ってし。あ、そうかそうか。どうだった、楽しかった。あ、そっか、ずっと東京にいた人か。いや、なんだよ。沖縄行って。バカにするのはやめろ。別にいいだろ、東京で。チルってたからな、ハワイハワイ沖縄だもん。南国行きやがって。チルかったわ、とにかく。とにかくチルかった。あー、やっぱハワイいいね。高いし、金銭価格も上げる。ああ、ね、飯も高いでしょ。20ドルって安く感じない。20だね。20円みたいな、ね、3000円だよ。30ドルぐらいからちょっとうってなるんだけど、なんか20ドルってな、うん、20ドルかって思ってたらな。20ドルの何なの。20ドルは、まあ、大体飯、クッキーのお土産とか。ああ、はい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 、あれ20ドル。まあまあまあ、まあ、パスタとか3000円か。3000円だったら買わないよね。お土産で3000円、脳をおかしくするしかないんだよ。なるほどね。20ドルでしょ、うん、実際さ、ハワイのさ、パフォーマンスが良すぎてさ、まあね、なんかアグルいいってなっちゃう、ね、まあ、まあまあ、パフォーマンスね。パの方がいいから、はいはいはい、かけて、まあ、なるほど。気にしてたら何もできる。とりあえずハワイに家買うっていうのは決まりました、ね、決まりました。決まったんだ。決まりました。俺は一応西方から。なんかいきなり買わない理由がない、うん、いくらですか。7億。7億から、うん、いや、7億買えないでしょ。この前その家持ってる人に会ってさ、うん、うん、買いますって言って。あ、宣言だけしていた、うん、鼻で笑われて。なんか富士から電話かかってきてさ、
その家からなんか俺知るってるやつみたいな、わざわざビデオ通話してきたからこいつ残酷なことしちゃうのよふざけやがってと企画会議するかタクは大阪沖縄大阪で一旦戻ってきて、うん、感じたね。うん、で沖縄東京久しぶりなの、うん、沖縄は那覇いや、美ら海水族館の方だから、うん、名護とかからチャットってたよね。たアメリカビーチとか。ああ、いたね。うん、そこもいいんだよな。1歳。あ、そう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 。お、1歳おめでとう。早っ。1歳になりました。早すぎ。そうか。0歳最終日に立ちからの捕まりとかなしの一歩目踏み出したね。おー、最終日。最終日、0歳最終日、はいはいはい、今日決めてくるかって。おー、確かに勝負強いな。確かに勝負強さ。なるほどね。0歳で立つっていう、そこのね、今日偉い、今日偉い。すごいな。でもね、沖縄はね、台風直撃してて、最初。ああ、そうだね。ちょっとしょっぱかったね。結構雨だったんだ。え、サナギあったの？サナギ、あやの。あやの。ああ。最終日にサナギね。いや、来たぐらいか。サナギ潜んでたな、そういえば。ね、沖縄行ってたね。なんで沖縄行ってんだろう、サナギは。ニートだから。うん、ニートだからか。金持ちニートだから。金持ちニート。いいな、あいつ。最近暇とか言ってなんか覚えず。カメラマンやらせようぜ。なんかね、逆に俺ら金もらってカメラマンやらせようぜ。確かに。ああね。うん。なんか。一撮影10万ぐらい。そうそうそう。払っていいよ。うん。金持ちはさ、金払ってやっぱ趣味を楽しむようになるじゃん。確かに。そう。カメラ趣味っしょ、あいつ。確かに。わかんないけど。森山も行くじゃん、沖縄。沖縄行くよ。やっぱ耐えれなくなった。そう。10月沖縄って入ってたから。そう、これね、無理やり入れた俺。別に行く意味なかったんだけど、なんかあまりにもみんな南国行ってるから悔しくなっちゃって。来週でも俺らも全国行きますからね。うそうじゃん。うん。そうだ。激動だな。大阪、名古屋、東京。基本的に移動ってさ、朝移動とか。朝移動。朝移動。朝移動して昼ぐらいに着いてそこから生協ですね、うん、はいはいはい、休む間がない。結構ハードだね。ハードだよね。うん、これだから、まあ、プライベートも含めて激動の9月って感じで、動画も結構上がってるしでしょ、うん、てかちょっと島行かね、マジで。お、俺ね思ったんよね、やっぱ島行かないとダメだって。確かに一番思う。ねえ、そうだね。島帰りだから。違う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 。もう満足すんなよ。違う違う。俺らで行くんだよ。はいはいはい。俺らで。大事大事大事。そう。普通にカメラ回さずに行きたいな俺。うん。で何でもいいけど。あ、分かった。70万いけないでしょ。あ、70万いけないでしょ。100万負けないから。70万。70万いったら、うん、はい。あ、なんか決めたっぽい。違う、場所の提案。あ、場所の提案。まあ、2択。うん。ヨロン1。まあ、ヨロン1。ヨロン1。ヨロン2。プーケット。あー、あー、いいね。プーケットいいね。プーケット最高だよね。行ったことない。俺もプーケットないな。あ、ほんと？うん。じゃあ、プーケットにしよう。まあ、あり。ヨロンも行ってもらったりしても。ヨロンは動画で行きたいな。ああ、なるほど。はいはいはい。プーケットも動画で行きたいけど。てか、まあ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 、なんか、事件あるでしょ。何かしらね、俺ら、まあでも、海外旅行を回さずに行くっていう贅沢もしたくない？確かにね。職業病だから、これ。回さないともったいないみたいな。あー、なんかでもおもろいこと起きたらもったいないって思っちゃう、ね、カメラ横になってる。多分そう。まあまあサブぐらいは。サブぐらいね。あ、まあまあ。とりあえずなんか、うん、構成上を撮んなきゃみたいなのは、うん、楽したい。はいはいはい。多分みんななんでって感じだろ。あ、そうかな。いや、どうだろう、うん、いや、回せよって感じじゃない。多分そうか。でもね、うん、違うんだよ。うん、確かにこれ理解してもらうのは結構難しいかもしれない。 YouTuber は分かると思う、うん、まあでも出張みたいな感じになるのかな。遊びも楽しいけど、うん、仕事もしなきゃいけない。はいはいはい。その完全遊び 100% 遊びがしたい、うん、確かに確かに。うん、父島も行きてえな。父島行ってない。確かに行ってない、うん、1週間ものだからな。あれなんかでも裏技使えるかもしれない。あ、そうか、そうか、うん、裏技か。実際むずいんじゃなかった、うん。いや、そう、いける。プライベートジェット。やばいこと言ってる。プライベートジェット。裏技ルートがある。そう、いける。ど
まあまあまあ知り合いがね船でね、うん、1週間かかるんですけどね、うん、本来は富士が泣いた感動のお別れはできない、ね、確かにね、あ確かにね、あれ船はありけど醍醐味だな、確かに確かに、正直ね、うん、ずっとトランプしてるもんな俺ら、うん、よく行ってたな2年連続ぐらい、ね、暇すぎたもん、ね、今1週間分けれなくで、まあね、短尺のさ8分ぐらいの動画1本出すと終わりなんだよ、やばい、でも素材やばいからな、まあね素材やばいよ、なぜ8分になったんだろうって今だったらさ、もうちょいちゃんとさ、うん、トークここで回すかみたいな、うん、確かに30万いきてえな、そうなるとマジで頑張ろうと。やることはそうね、2つだね、うん、まず登録者70万、はいはい、最速達成、うん、あとは10億、10億に物件を買う、はい、はい、うん、この2軸でします、なるほど、直近目標ね、あハワイから先にやろうか、うん、そっちなんだ、あとからついてくる、ハワイ買ってて70いけてないって結構何やったんだろうな確かにね、確かに逆に強い、うん、12月受けたら、12月の頭、12月頭、70も行ってんだ、行ってんだ、じゃあ11月ぐらいか、うん、うん、いいね、行けちゃうな、解明効果で、解明効果でどこまで行くかやな、うん、いや何なんだろう、解明の話触れるとしたら、なんか結構やっぱあのエビジャを変えない方がいいみたいなコメントが、あった、おっと、いやだからなんて言うんだろう、そのなんて言うんだろう、エビスジャ、まあ変えないはちょっとなんだけど、エビジャっていうかそのエビジャからずれないような、ああ、はい、なんだっけ、エビジャって何番だったの、ジャガイモとか、エビジャは8番、エビジャ、ひらがな4文字みたいなのが結構ね多いね、うん、でも一定層やっぱニコヒマとかも、ね、まあいますね、ジャガイモ集合が強い、ニューゲームとニコヒマだとニコヒマの方が強い、うんうん、そうね、ニューゲーム言ってるやつ少ない、今多分ね3強、その反響的な3強はエビジャ、ニコヒマ、エビジャがねここが今コメント欄で多いかなっていう、まあオンラインではね、うん、オンライン上はね、オンラインではそうなんだ、大事なのは来てくれる人の、ね、そうそうそう、そうだね、そうだね、うん、まあわかんないっすね、いっそオンラインも開放していいんじゃないかちょっと思っちゃったけどね、もう、うん、おもちゃになる確かにね、まあまあまあ、うん、ちゃんのやつらに目つけられたらニューゲームになるけど俺らのチャンネルでさ、俺らがまあね演者すんのは別にいいんだけどさ、タチャンに行った時のさ、ニューゲームの盛山ですみたいなのが一番嫌なんだよね、うん、うん、胸張りてよな、エビスジャガイモの富士ですみたいなまあ悪くない、悪くないんだ、悪くない、あ皆さん、心よい清き一票をお願いします、お願いします、29日にはだんだん決まってるもんね、うん、そっか、もう票は、票は集まってる、2週間寝かすんだよな、あれ寝かさなくてよくね、いや、寝かす、寝かす見たいけどね、俺らは気になっちゃう、うん、はい、ということで、はい、久しぶりの4人会でした、はい、はい、自分映したら森山の顔見たいって